お台場 TV、ワッチミー TV をご覧の皆さん、こんばんは、服部あゆみです。毎週金曜日のこの時間は、お台場レインボーステーションの時間ですよ。イエーイ。さて、今週のメンバーは、第13期シーサイドイメージガールの松本ゆりかと、同じく13期シーサイドイメージガールの宮本奈々穂です。今週は、テンション高めだいぶ。最初から失敗しちゃった。どうしよう、どうしよう。今週はテンション高めでいきますよ。はい、ということで、ゆりかちゃん、はい、本日のラインナップ、テンション高めで、はい、お願いします。午後8時5分頃から、臨海地区で開催されるイベントを紹介する、レインボーエクスプレス、イメージガールがおすすめ商品を紹介する、シーサイドマルシェ、そしてお台場に関する質問をお答えする、こちらがお台場探偵局と続きます。午後8時20分頃からウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週のウィークリーパーソナリティは2人目のジャイナのボーカルマサさんとトロンボーンしんのすけさん、そしてパーカッションのコウさんがお送りします。最後はエンターテインメント情報。今週は本日から公開の映画ゴーンガールと、明日から公開の映画ホビット決戦の行方と、あと1センチの恋3本をご紹介します。今週も内容盛りだくさんでお送りするお台場レインボーステーション、最後までお付き合いください。それでは本番に向けての意気込み一言、ゆりかちゃんどうぞ。楽しくいきますなーちゃんはい、元気にいきます。お台場レインボーステーションスタートです。ごまかした、可愛かった。可愛いから言う。お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、服部あゆみです。第13期シーサイドイメージガールの松本ゆりかです。同じく宮本奈々穂です。今日は12月12日、はいうんはい、12月ももうすぐね、あと3日で半分過ぎてしまいますが、早いですね。今日のラジオ、ゆりかちゃんにとっては、はい、2014年今年最後の、うんね、ラジオなんでしょ。そうなんです。なんか最近になってね、うん、いきなりいっぱい出してねもらえるようになってね、うん、すごいね寂しい。今日最後なんだよねって打ち合わせの時に言われた時、うん、実感したよね。最後って言われると ね、うん、ねいきなりドッとくるものがね、うん、あるよね。わかるわかる、うん、ということで2014年どんな年だったとか、ゆりかちゃんとかなーちゃん、なーちゃんはまだね、私そうですね、あと1回いつ出るんだっけ、26日に出演させていただくので、最後だよ。そうですね、今年最後のラジオを締めくくりやらせていただくので。いいね、なーちゃんで締めるっていうね。そう、いいでしょ、いいでしょって言われた。羨ましさの駆け引きが今行われてますけど、はい、今年あと18日19日か、ちょっと早いですね。やり残したこととかある？やり残し、それかもう今年満足したんだったら何か満足したとか。あ、でも私結構今年満足したかも。おお、なんか、うん、いろんな経験をいろんなところでさせてもらって、うんうん、楽しい1年、充実していた、うん、1年だったかなって思います。今年20歳だっけ。そう、あ、私早生まれなので、そっか、まだか、来年だから1月29日なんですよ、誕生日が。だから年明けて1ヶ月ぐらいしたら20歳です。お、じゃあ、はい、ティーンズラストで充実した1年ということで、はい、よかったね。ゆりかちゃんは、私も特にやり残したことはない。お、いいね、うん、2人2014年ね、よかった、うん、よかった、2人にとっては上げ調子の年だったということで、うん、そのまま来年に向かって突っ走りましょう。そうですね、はい、それでは番組インフォメーションをゆりかちゃんお願いします。お台場レインボーステーションは東京半蔵門にあります東京 FM ミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462 東京 03-6457-1462 へお送りください。そしてスタジオの様子をユーストリームでライブストリーミング配信しています。フジテレビラボ LLC が運営するネットテレビ局 WatchMeTV でもご覧になれます。どちらも音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。そしてさらに iPhone の無料アプリ
チューインラジオでもこのラジオを聴いただくことができますので、 iPhone をお持ちの方はぜひダウンロードしてみてください。はい、ゆりかちゃんありがとうございます。ではここで1曲お届けします。今年たくさん聴いた1曲のテーマでなーちゃんに選曲してもらいました。曲紹介お願いします。はい、東京カランコロンで泣き虫ファイターです。結構疾走感あふれる、そうなんです、曲だね。ちょっとテンションが上がるね、いきなり、うん、曲で、うん、たくさん聴いたってどういう時に聴いてたの？あのですね、たくさん今年って言ったらちょっとまあちょっと違うのかもしれないんですけど、うんうん、この曲でちょっと学校のサークルでね、うん、踊る予定があるので、12月入ってからすごい聴いてるんです、この曲を。今ヘビロテしてるってことね。そう今ナウで。へー、今ナウで結構の早いテンポのダンスなの？じゃあ、いや、なんかね、面白い歌、なんか失恋ソングなのね。あ、そうなんだ。それでちょっと演技入って、あお芝居みたいな、ね、ストーリー調で、そうお芝居ちょっと入れながら。え、どんなの？え、なんか私ね、私そうなんか見たい、うん、まず恋人がいて、うん、略奪されちゃうの、うん、で、私略奪する役の、あすごい役を、悪い女じゃん、ね、それでその私とかを倒しにみんなが来るっていう感じ、みんなが来るんだ。そう、倒されちゃうの。じゃあ悪役なの？そう、悪役なんですよ。意外だわ。悪役ってこうさ、ダンスだと結構さ難しいとか激しいイメージない？いい役は穏やかで、悪役はそうなんだ。そう、でもそんな感じ、こういう感じでファイターだからさ、戦うって感じ。へー、気になる、うん、見たいね。見たい。どこかで見られますか？学校に来れば見られます。来ますか？行くしかない。行くしかない、ね、行くしかない、ね、来てください、ぜひ来てくださいとか、ね、来てください。そうですね、行こう。お、大丈夫かい？申し訳ない。そんなゆりかちゃんは聴いた曲とか、はい、聴いた曲、うん、なんだろう、ないです。でなんかね、詳しくない。すいません、曲に詳しくないから。そうだね、いつも言ってるよね。本当に詳しくないです。人に勧められていっぱい聴くみたいな。あいみんはなんかある？私ね、今年ハロウィンの曲すごいずっと聴いてた。へえ、ハロウィンか。そう、サウンドホライズンの朝までハロウィンって曲。わかんない。何それ？わからない。次はレインボーエクスプレスです。近日臨海地区で行われるイベントをご紹介します。12月13日、有明客船ターミナルお台場海浜公園で、海上バスで巡る東京港見学会が開催です。12月14日まで、日本科学未来館でサイエンスミニトーク、21世紀を照らす光、青色発光ダイオードが開催です。12月21日、東京カルチャーカルチャーで、真冬のテルミンマトリョミン祭り、お台場でロシアな冬を楽しもうが開催です。気になるイベントがありましたらぜひ足を運んでみてくださいね。さて、続いてはこのコーナー、始まりました、シーサイドマルシェ。なーちゃんが可愛い動きをしてくれましたが、このコーナーはシーサイドイメージガールが今流行っているものをリスナーの皆さんに独自のやり方でおすすめするコーナーです。今週も早速2人におすすめ商品を持ってきてもらっています。はい、準備はいいか？いいよ、はい、今回のテーマは旅先便利アイテムでございます。旅先、うん、まあ、年末でね、うん、長いお休みがあったり、うん、帰省するタイミングだったりで、うん、いろんなところに移動すると思うんですが、うんうん、そういう時に役立つアイテム、はい、あると思います。ありますよ。というわけで、まずゆりかちゃんからどんなもの持ってきたか教えてください。はい、私はこれ、着圧のモコモコ靴下です。かわいい、ふわふわだね、ピンク色だ、うん、薄いピンク、うん、ちょっとね、これ普段家でも使ってるからね、うん、割とね、もう古めなんだけど、あの、私帰省するとき夜行バスで帰るの、うん、で12時間かかるのね、夜行バスで、うんうん、夜乗って次の日の朝着くんだけど、半日だね、辛いですね。そう、それでバスにずっと乗ってるとすっごい足がむくむの、うんうん、なんか次の日起きて靴を履くと入んないみたいな、うん、とか、そこみたいな、そこまでむくんで、足とにボワンってなるものなの、むくむの、うん、なんか多分バスだから普通に寝てないから、下に同じ体勢だからかな、そうそうそう、って時に履くとね、むくまない。あとモコモコだから冬は足元寒いから、うん、
ちょうどいいの。そっか、この時期の移動にぴったりってことですね。はい、いいね。いいな。それっていくらぐらいで買える？これね、多分2000円くらいだった。覚えてないんだけど、ロフトとかだった記憶。いろんな種類があるから、自分に合った着圧ソックスを探してみてください。良いですね。ではお次は、はい、なあちゃん、はい、便利グッズ教えてちょうだい。じゃじゃーん。あれ、これは錠剤入れというのかな、なんかね、ちっちゃい、まあ、そうだろうね、ちっちゃいんだけど、まああれですよ、要するに薬入れですよ。あーちょっとなんか蓋みたいなのついてるかな。開けてみて。パカって開けると、4つくらいに仕切りついてて、分けられるんですよ、薬。例えば何の薬、ここみたいな感じ。爪とそう、私ちょっと心配性なので、薬を旅行とか行くときに持ち歩きたいんですよ、頭痛薬、胃が痛くなる時の薬とか、気持ち悪くなった時とか、ね、そう、酔い止めとかでね、持ってると持ってるだけでさ、やっぱなんか安心じゃん、薬とかって。分かる。でこういうのに入れとけばバラバラにならないし、種類ごとに分けられて便利ですよっていう感じです。おー、なるほどね、転ばぬ先の杖のなあちゃんなのね。そうですね。おお、すごい心配しろだから。いや、なんかうまいと思って本当に反省しないで。私褒められると動揺するタイプだから。私もお薬はね、お財布に入れてるの、財布の小銭のところに入れてるんだけど、結構ね、勝手に開いちゃったりするのね、あの銀のさ、あ、爪で開けるやつが、圧力で開いちゃったりするから、そういうケースに入れて持ち歩いたらね。そうですね、これに入れとけばそういうことはないので汚れないと思う。そう、100均とかでもう全然売ってるので、ぜひ皆様使ってみてください。はい、便利だね。はい、便利です。なあちゃんからは錠剤入れをちょっとねご紹介いただきました、ちなみに私はね、旅先で絶対使うっていうのがあって。何？ジップロック。あ、使う。何に使うの？ジップロックね、あのね、な、3泊とかするじゃん、つまり3回お風呂に入るでしょ、だからお風呂に入った時に使うものをこう全部1回分で入れとくの。あ、新しい下着とヒートテック、あったかくなるやつと、こうタオルとみたいの1回分にしてジップロックに入れて3日分とか。あ、じゃあそれをさ、お風呂行くときにポンと持っていくだけでいい。お風呂前に準備しなくて済む。あ、すごいね、それ。っていうのを。おばあちゃんなんかいつも私ね、みんなが女子力高いのにババ臭いって言われるんですけど、なんか平均年齢にしたら若いかなっていうことで、本日のシーサイドマルシェは旅先便利アイテムをご紹介しました、はい、次回もお楽しみに。続いてはこのコーナー、始まりました。こちらがお台場探偵局。このコーナーではお台場についてのふとした疑問など、お台場に関する基本的な質問や、お台場のデートコースなど、ちょっぴりラブな質問をリスナーのあなたから募集し、イメージガールが調べて質問にお答えします。今二人がこっそりごっつんこしましたが、置いといて、早速メールをご紹介しましょう、ラジオネームピオタさんからです。イメージガールの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも番組拝見しております。ありがとうございます。冬の寒いお台場の楽しみ方を教えてください、冬だからこそ楽しいお台場です、ということで、本当にね、海沿いだから寒いっていう、ね、イメージがあるんだけれども、ね、この質問に、なあちゃん、はい、お答えお願いします。はい、ですね、冬だからね、イルミネーションとか、まあいろいろあると思うんですよ、あるよね。そこをあえて、温泉いいね、いうことで。あったまりますね。テレコムセンターから徒歩2分、東京テレポートから徒歩7分のところに大江戸温泉があります。あ、あるね。はい、そこには露天風呂とかミストサウナ、岩塩風呂など、お風呂ももちろん充実してるんですけど、お食事どころもね、海鮮はもちろんラーメンとかね、そんなデザートとかいろいろあって。じゃあ喧嘩しないね。私ラーメン食べたい気分で、ね、そう俺は寿司だよってなってもみんなで同じ場所で食べられる。で浴衣とかも借りれるんですよ。あ、いいね。そうなんだ。そう聞いたことあるかも。浴衣借りれて、そうなの、かわいいの、私もお台場の応援道温泉行ったことあるんだけど、浴衣友達と来て、自分で選べるから、そう楽しいから、楽しいし温まれるっていうことで、いいかなって思いました。確かに夏より冬の方が、確かに圧倒的に温泉は、そうですよね、やっぱり楽しいよね。そう、まあでもイルミネーションとかもあるし、あとお台場の花火が
あるみたいで、始まってますね、土曜日かな、7時から10分ぐらいやるみたいなので、そちらもぜひね、見てみてください。大江戸温泉からでも見られるのかね、露天風呂だと。どうなんだろうね、なんかアクアシティから見られるっていうのを見たんだけど、大江戸温泉どうなんだろう、でも見られそうだよね、花火だし。ゆいぽこちゃんも言ってたけどね、うん、どうなんだろうね、なんか先週言ってたよね、うん、そんな感じで、まあぜひね、うん、温まってほしいな、うん、はい、チョイスしました、うんうん、できるお台場の楽しみ方がぜひ行ってみてください。と温泉だけじゃなくてね、そう、うん、いろんなね、いっぱいあると思う、スポットあるからね、うん、まあ、最後に温まるって感じだよね、そうだよね、うん、そうだね、うん、締めで足湯しながら今日の話をするみたいな、そう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 、いいかも、いいね、ぜひやってみたいな、うん、他にも冬の楽しみ方あったらぜひ、うん、メールなど教えてください。お待ちしてます、はい、ということでピオタさん、参考になりましたか？このコーナーではお台場に関する質問を募集しています。ぜひ質問をくださいね。お待ちしています。さて、この後はウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週は2人目のジャイナのボーカルマサさんと、トロンボーンしんのすけさん、そしてパーカッションのコウさんがお送りします。皆さんとはまた後半お会いしましょう。ここで1曲お聴きください。スピッツで魔法の言葉。
お台場レインボーステーションお聞きの皆さん、はじめまして。2人目のジャイナのボーカルのマサと、トロンボーンのしんのすけと、パーカッションのコウです。よろしくお願いします。お願いします。僕たちはね、初めての方も多いんじゃないかと思うんですが、2人目のジャイナというね、2人目なのに9人組の、はい、バンドやっております。、うん、はい。どんな編成か、しんのすけ言ってくれる？はい、ギターのひろし、はい、ベースの福尾、はい、キーボードなり、はい、ボーカルマサ、はい、順番違ったな。はい、パーカッションコウ、はい、ドラムの横、はい、トランペットユータ、トロンボーンしんのすけ、はい、サックスともや、はい、言えたー。もうすでにね、9人全員言えたか、もう聞いてないんだけど。大丈夫だったかな。まあね、覚えましたかね。お台場レインボーステーションの皆さんはね、多分訓練されてると思うんで、はい、いっぱい一回、ね、そうですね、もう覚えられたと思うんですけども、もう覚えてくれたかな。結成して3年になるんですが、はい、僕は中心となって、うん、1日で電話でね、誘ったら集まったというね、うんうん、こう音楽を愛する者たちが。なんで笑うの？嘘くさいなと思って。いや、もう説明するとそれだけで25分使っちゃうからさ、 そうですね、それを求めてるわけではないと思うわけだ、ね、俺は、はい、なので、まあ、今日は、まあ、そんなメンバーがいると、はい、まあ、は激しいね、激しいというか、まあ、派手なバンドがいると思いながら、うん、その3分の1来ましたと、うん、そんな男が密集して今日は話しますよということでね、はい、25時5分ぐらいお時間いただくということで、はい、今週この時間は2人目のジャイナのボーカルマサと、トロンボーンしんのすけと、パーカッションコウがお送りします。イエーイ。素晴らしい。ギクシャクしておりますね。それではね、早速ね、僕たちがどんな曲やってるかというのをね、皆さんにお届けしたいので、はい、まずはここで1曲お送りします。じゃあ曲紹介いこうかな。はい、じゃあ曲のタイトルはコウちゃんに珍しく言ってもらいましょう。2人目のジャイナでめくるめく。これ懐かしいな。この画面がある感じ、すげえ髪型だった俺。びっくりした。やっぱこれあれだね、あのコメントが言ってくれる方とかもいらっしゃるんですね。見てる方がいらっしゃるということで、うん、はい、若干やっぱり映像は遅れてるんですね。そうですね、うん、これ毎週出られてる方はもう、さっきの女性の方たちは毎週出られてる方たちなんですか。これね、今僕が言ってものすごく感じでスタッフが静かにうなずくっていうね。これだよね、あのブースじゃないから。目の前にみんなすげえ見てるなーっていう、あの静かにうなずくスタッフっていうラジオも久しぶりに。ニコニコしてうなずいてくれる。そうですよね。これですかね、一人ずつ自己紹介してもらった方がいいですか、ね、そうですね、せっかくだ。いや、まあ、これ見てる方は曲が流れずに、うん、この声が聞こえてるんですね、うん、この今動いてるのが。なるほど、330人の方が登録してる。君にとって俺の別に歌を届けなくてもいい。これ普段はどんなことを話してるもんですか、この状態で。喋らせるんですよ。いや、なんか人間コミュニケーションが大事だね。あ、今ね流れてるのはね、こちらでございます。しんのすけ、あのカメラこうじゃない。そうだね。そうだね、こっちじゃね、うん、裏返ってるけど ね、 そうカメラで、はい、ね、うん、見えますかね。せっかくだったらアップして、あ、いいですね、アップしてもらってますね。まだ僕モニター見えてないですけど、きっとアップしてくれてる、うん、素敵ですな。この曲がね、全7曲入っておりますので、気になるよという方いらっしゃいましたら、はいはい、見ていただきたいなと。お願いします。この3枚目のジャイナ、2人目のジャイナがリリースした3枚目のジャイナ、うん、3枚目の CD でございます。今年の4月の10、20何日かに発売されたCD ですけども、うん、1枚目が、まあ、初めてのジャイナ、うん、2枚目が2枚目のジャイナ、うん、で満を持して発売された3枚目が3枚目のジャイナ。そうですね、もうね、制作会議で熟考に熟考を重ねたアルバムタイトルですけどね、うん、いや本当に、いや本当嘘じゃないでしょ。確かに、いろんなタイトルが出て結果的にここに落ち着くっていうね、うん、なんか3丁目の夕日的なことも言いましたもん、ね、自分がね、うん、俺ね、おい、めちゃくちゃいいんじゃねえかと思って、うん、3枚目だしなぁとね、うん、なるほどなるほど、俺もいいと思ったけどね。まあこれにね、落ち着いてね、うん、まあ綺麗にやるとね、赤黒黄色ってなってるね。ほんとだ。見たよね、うん、すごい、ちょうど真ん中でよかったね。どんな、いやいや、こんな感じでいいのかなと思って。この時間こんなんでいいんですか。ああ、これ OK なんだ、うん、なんだ、あ、ほんと気にしてた。そう、気にしてた、気にしてた。俺が一番知りたかったのは、あの8時5分に迎え来てくれるはずだったのが、迎え来てもらったのが18分だったから大丈夫だよ。始まるかな。あ、でもこの、まあ、うん、あ、そっかそっか、うんうん、なるほどなるほど。で、合わせて歌っても流れてないかな。急に歌い出したっていう。そうね。そうか。さあ、この後の
続々今日はたくさん質問を、うん、見てくれてますかね、たくさんの方、ね、そうですね、いっぱい質問来ましたね、うん、今日ね、皆さんこうメールで先んじて僕たちに質問をくれたんですけどね、うんうん、送ってくれた皆さんがね、今日私は聞けないんですがメッセージを送りますって方ばかりだったので、うん、質問してくれた方はこうメッセージを聞けない、うんうん、ラジオを聞けない、まあまあね、でもねしょうがないですね、しょうがない、もうどんどん答えて、生放送ですからね、そうだよね、アーカイブだ、んアーカイブだ、アーカイブ、あ、アーカイブが残るんだ、あ、へえ、ありがたいですね、それはプレイバックじゃ、モニターじゃないんですね、届くのが生放送で、そうだから生放送だから、こうちょっとずらさないと口パクパク、そうね、そうそうそう、スタッフの方からの指示出しが、うん、トークじゃない、もういいですよ、もう喋ってもそんな感じでも全然、うん、はい、全然ね、うんうん、はい、今聴いていただいた曲は2人目のジャイナでめくるめくでした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、さて今日はリスナーの皆さんから僕たち2人目のジャイナに関する質問を、はい、たくさんいただきましたので、はい、題して、はい、ジャイナ質問に答えますのコーナーイエーイ、さあ、ね、これ質問してくれた僕たちのファンは、うん、ああこんなこと2人目のジャイアンって考えてるんだなってことを思いつつ、うん、初めて見た人はね、あこのバンドこんな感じなんだなって探り探り聞いてくれるとすごい嬉しいなと思いますね、2人目のジャイアンは僕たちはライブバンドでございます、はい、もうライブがねもう最高に僕たちのねこう生きる道だというぐらいの、うん、パフォーマンスをしてるんですけれども、うん、それでも最初にはこのヘルコフさんという方からこの質問がありました、はいはい、ライブが最高に楽しいジャイアンさんですが演奏中に起きたハプニングで面白かったエピソードなどありますか、うん、なんてことがあります、うん、ハプニング、はい、この間つい最近のライブで、はい、衣装に着替えたんですけど、はい、ズボンのチャックが上がらないんですね、あれ、僕たち基本的にスーツでやってるんです、うん、スーツ8人、うん、まあ、僕はちょっと、まあ、うん、フォーマルな感じでやってるんですね、うん、で衣装に着替えてこうズボンのチャック上げたら全然閉まってないまんま、あれこれやべえなで、ガムテープでしたね。そうですね。これがね、たかだか大したことない話に感じるかもしれないですけど、みんな考えてほしいんですよ、うん。もう何人もの人が見てる前で。めちゃくちゃ焦りましたね。彼の赤いパンツが、あ、黄色だっけか、その時。黄色でした、ね。黄色いパンツが黒の間から見えると。まあ、黄色でよかったね。黄色でよかったの意味わかんないけどね。僕はね、黄色いね、なんつうか、ガムテープをね、うん、ビニール製のガムテープですよ。彼のファスナーを前張りのように、うん、貼ってもらいましたね。貼ってる時に楽屋に知らない女の子が入ってきましたから、ね。気まずかったな、お疲れ様ですって言われましたけどでも結局諦めたよね、諦めた、うん、で上からね、なんか上から、うん、シャツをね、そう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 、普段緊張しないのにその日めちゃくちゃ緊張してました、見えないように見えないようにこうちゃんもなんかある、うん、いやいや、シャカシャカいう楽器あるでしょ、シェイカーっていう、うん、はい、あの中身をぶちまけたっていう、ね、なんかすげえなんかシャリシャリするなと思った、いざったら音が全くなんなくてただの筒をこうやってたっていうね、うん、ステージ上に砂がこう広まるっていうわーってなったと思うね、うん、そんな、あとはまあトランペットのゆうたくんのズボンが完全にまた破れて、まあ、またのね、またのね、うん、またのね、パンツが見えるっていうね、うん、まあ、まあ、多分こういうことではないと思うんですけども、うん、いかがでしょうかいかがでしょうか、はい、あとなんか いろんなところ行ってるので、うんうん、なんか他になんか食べたものでなんか一番おいしいものありますかなんていうのもありましたけど、うん、それは食べログ見ていただければいいかな、各地方の食べログを、ね、やっぱ地方はやっぱすごいね、本当ですか、前もいっぱいあるからね、本当ですか、この話することによっておいしいものは伝わるけどジャイナのこと多分伝わらないですけど、いやずっと喋りたいぐらい本当ですか、うん、じゃあそれは後でブログに書いてくださ い、ね、お願いしますそうですね、あとまたこんなのもあります、12月20日にライブ DVD が発売になそうですが、うん、見どころを教えてください、はい、僕たちが、うん、今年の9月の17日に渋谷クワトロというところで、うん、ワンマンライブを行ったわけですね、うん、そこがおかげさまで、まあ、満員御礼ですごい盛り上がりがあったので、はい、DVD が発売になることになりました、うん、おめでとう、ね、でそれが
が、なんとね、カメラが16カメも入って、すごいですね。すごかった。はい、それの見どころがありますか、ということなんですが、これは僕が答えましょう。はい、予約してくれると、特典 DVD がついてくるので、そこでメンバーが答えております。そうです。予約お願いします。お願いします。今のところ何にも答えてない気がしますけれどもね。それでは、続きまして、はい、2人目のジャンルの前に異色の経歴とか意外なジャンルを音楽やってたメンバーいますか、ということですけども、まあね、まあでもここ3人だけでもバラバラなんですよ。バラバラですね。全然違うでしょ。僕今歌って踊ってるんですけども、もともとのアコースティックユニットをやってまして、アコギを弾いて女の子がジャンベを叩いて2人で歌うと、あの CD の棚はカフェミュージックでした。そうね。そう、あので、まあ10年やって、あ、俺ギター下手だなと思ってやめたんですけど、あれね、上手くなると思ったんだよ、10年経ったら、なんなかったね。残念。残念だね。みんなほら上手いじゃん、周りの人が。って弾いてるから。残念。残念だね。よし、君にはね、あと本当に話がある。なるほど、ごめんね。2回残念ってやめてもらっていい？しのすけなんかもね。俺は全然違うジャンルで、スカっていうジャンルで、まあジャズとかスカをやってて、いつの間にかこういうバンドに入りましたね。そうですね。暴れてました。そうですよ。久しぶりに彼のライブを、まあもともと付き合いは結構長いんですけど、あの痩せてて、今ね、画面からはみ出してると思うんですけど、で彼がすごい、あの、細かったんですけど、彼のライブ見に行ったら、なんか太い人がペットボトルで水をまき散らかしながら、最終的にそれで頭を叩いてるって言ったけど、あの、想像できんのかな、これ。そう、なんだろうな、ライブなのかな、ここは医療現場なのかなっていうようなことを勘違いしたら彼だったんで、そうですね、なんて素晴らしい才能なんだと思って誘ったんですけど。あと俺ですよ、あの、俺トラックドライバーと家庭教師してました。本当その話後ででいいかな。そっか、異色な、それバイトの話でしょ。そう、異色の経歴っていうから。それ今必要じゃないよ。こうちゃんは。僕はあのやっぱあのスタジオミュージシャンやってたし、そうだよね、もうジャンルはもういろいろですよ、それはもう。まあでもドラムやってたし、初めはね。だからもうビジュアル系から、なんならこうアイリッシュとか、ああそうだね、ああいうのとかもやってた、ね、ビジュアル系でメイクとかすんの？してないね。してないんだ、それビジュアル系なのかな。いやいやいや、コピーバンドとか。ああ、高校生だこれ。もともとっていうか、今現在パーカッションといって、あの、まあ、ボンゴとかコンガとか、あのそういう、なんていうかな、やっぱパーカッションとしか言いようがない。打楽器。打楽器、ね、知らない人にどう説明しようと思って。ドラム以外の打楽器。なるほど、素晴らしい。今自分の語彙力のなさに今ちょっとがっかりしたんだけど、ボコボコ言ったりシャランったり。多分ドラムも打楽器だけど。そうだよね、ドラム以外の打楽器を彼は担当しているので、まあ初めて見る人もね、まあいろんな楽器があってワクワクすると思うので、ぜひ見ていただきたいなと。はい。あとね、これはちょっとファンの人にちょっとぜひお伝えしたいなと、いい質問だなと思った、2014年のジャイナを漢字一文字で表すと、いやこれ素晴らしいですね。そうですね。いやいや毎年ね、やってるからね、これを聞いた初めての人が、なるほど、2人目のジャイナの1年はこうだったんだ、そう思えるような、きっとね、回答ね、考えてくれるんじゃないでしょうか。もうバッチリ出てると思うので、まずはこうちゃんからいこうか、じゃあ、いろいろあったんですけど、進むで、お、なになになに、かぶった。いや、いろいろあったよ。でもほら、やっぱりこの1年は進んだでしょ。進んだよ。進んだ。進んだのよ。俺も、いろいろあったよ。神とか、神ね。神関係ない。光とか関係ない。なんだよ、それ、光って。進むだなと。そうなのよね。もう今年1年でものすごく進んだんですよね。この僕たちの2人目のジャイナというバンドは、やっぱりこう、やる箱とかやるミュージシャンとかもどんどんレベルアップしていくし、まあ楽曲的にもいいアルバム、いい PV、もう本当に素敵なミュージックビデオもできたし、もう本当にバンドとしてものすごく進んだ形となった、先が見えたということで、僕も進むだなと思ったんですけど、かぶったね。いや、かぶったね。まあそう、最初でかぶるともう終わりだね。終わりですね。でもいいと思う。しんのすけは？もう思いつきませんでしたね。本当にお前は。マジで？お前思いつかなかった？車しか思いつかない。いやいやいや。なんで車なの？ずっと運転してたから。そうですよね。そう。だ俺もね、もう一個ね、あったのが旅。ああ、確かにね。別に旅したわけじゃないけど、ツアーが多かったから。ツアー多かったね。そうですね。やっぱ、このまあある程度やっぱ大人なんですよ。大人なのに、まあ様々な、あの地方に行くときに車1台で、男が、もうスタッフ止めて10人ぎゅうぎゅうで、こう移動するわけですよ、何時間も。一回ね、あの僕らの地元山形で、まあ日本全国出身のメンバーがいるんですけど、山形でね、大雪が降って高速道路から降ろされて、東京まで帰るのに35時間かかった時があるんですね。もう一回もほぼ休まらずですよ、ちょっと寝て起きたらまたコンビニがあるんですよ、なんだここはメキシコかって思ったんですけど、でもそんなこともなく、ようやくたどり着いたこともありました。まあそんなことをね、やりながら僕たちはこう
ライブとバンドとしてね成長しているということで、うん、それがさらに進んだということで、うん、まあ今年1年はじゃあ進むで進むですか、うん、ああじゃあ進むということ、決定ですか、はい、後でね色紙に書いて送らせていただきますので、そうですね、進むで、はい、それでちょっと後でまた報告させてもらうんですが、はい、大阪名古屋ワンマンというのがね、うん、来週末にあるんですけれども、うんうん、これにおいてこうなんかお楽しみ企画みたいなのありますかなんていう言葉がありますか。じゃあちょっと、うん、楽しみ企画、しんのすけの方からなんか言えることがあるんだったら、そう言えることがあるんだったら、言えることがあるんだったらしんのすけの裁量の中で、まあ普段やらない曲をやりますね、うん、それにつきますね。あ、なるほどね、うん、それを楽しみにしててください。はい、こうちゃんの方、こうちゃんの方、いやいや、せっかくほらクリスマス近いから、あら、ちょっとなんか一曲クリスマスバージョン的なものをね、うんうんうん、やれたらいいなっていうか、まあ、やるけど、うんうんうん、ぜひそれを楽しみ、はい、そうだね、ぜひね、23日はね、こうちゃんの誕生日、24日は僕の誕生日なので、ファンの皆様お待ちしております。何を何をなんか、うん、なんかね、何かをお待ちしてますね。何かしらね、はい、あとライブハウスに行ったことがなくて、なんか怖いななんて思ってる人がいますと、うん、まあ、大人だけど、うん、ね、その人にジャイナのライブを進めるには何て言えばいいですかと、うん、はいはいはい、素晴らしいですね、うん、ライブハウスもっとね活発になってくれると嬉しいです ね、 ですね、うん、ありますか、なんかライブハウスやっぱりなんか暗くて狭くて、うん、空気悪くて怖いってイメージ多分あると思うんですよね。そんなことはなくて、僕らが出てる、まあ、結構最近ライブハウスどこも、まあ、禁煙分煙だったり綺麗にはなってきてるので、ぜひ一度見に来てもらえれば、そう、ね、あ、こんなに別に何か怖いところじゃないんだって思ってもらえるのかなと思ってますね。まあ、何でもなんだけど、うん、まあ、経験してみないとわからないことっていっぱいあると思うんですよ。例えば子供の頃嫌いだった食べ物を初めて食べて今好きだなんて、うん、僕は寿司食べれなかったんですけど、うん、今大好きなんですよ。それと一緒で今のうちで経験しておかないと損なものとか、うん、まあ、遊園地に行くつもりで、うん、僕たちのライブは一回来てもらえれば、うん、こんな楽しいものが世の中にあるんだというもんね。女の人多いじゃないですか、女性が9割ぐらいなので、うん、だから、まあ、その人たちが踊り狂ってる、うん、狂ってるというのはまたちょっと印象が悪いかな。楽しそうに、ね、踊ってくれるので、うん、まあ、ぜひぜひいろんな楽しみ方あると思うんですよ、うん、で僕たちの音楽こう初めて来た人でも絶対にみんな言うと思いますが、うん、より言えます、うん、僕たちの音楽は楽しいです。楽しい、うん、ちゃんと心にね、みんなの心にこう突き刺さるようなことをやってるので、うん、まあ、ぜひぜひ一回遊びに来てくれればいいかなと思いますので、はい、ぜひそんな感じに布教活動よろしくお願いします。そうですね、おっとっとっと。あとはジャイナの曲はほとんどが日本の歌詞ですよね、うん、理由やこだわり教えてくださいなんていうのもありますね、うん、まあ、これは僕が作詞してるんですが、うん、英語もちょっと入ってるんですが、ハローとかグッバイとかもう考えなくても分かる程度じゃないと言葉に思いが乗らないことが多いなというのがあるので、うん、まあ、日本語の歌詞を多く使おうと決めて作ってはおります、うん、あとまあやっぱりこう語彙とか、うん、こう乗り方とかね、韻を踏めたいとかいろいろありますね、うんうん、あとこんなのもあります。僕リーダーですけども、うん、あ、嬉しいですね、リーダーマサさん頼れますけども、皆さんから保護だとこの野郎リーダーこれだけは勘弁してくださいということがありますね。何か言いたいことありますか。ないと思いますけどね、うん、ないかな。今日待ち合わせ、1時間前に待ち合わせたんですけれども、うん、送ってくれたんです LINE で、ここにいるよってマップの情報、ね、マップの情報を送ってくれたんです、うんうん、お店に行って、ね、お店に行って、まあ、ちょっとお店の中見ますって言ったら、なんか探してもいないんですね。お店の人にここのお店この名前で合ってますよねって言ってもはいって言うんですよね。で電話したら、あ、違うお店だったって言われて、なんかすいませんちょっと間違えましたみたいな感じで出てって、そしたらもうなんか信号の先にいました。まあそうですよねつまりないということですね。いっぱいあるよね。いや、勘弁してほしかったですね。ね、ポンコツになるんだよね歌詞をさ、うん、なんかリハでも間違ったりして、間違うね、俺なんで間違えるのかなって言った時に、うん、いやそれはマサだからマサだから間違える。この前新潟でね、野外ライブがあってすごい来るはずのアンコールが来たんですよ、うん、それで海沿いだから海の、ね、夏の曲をやろうなんつって盛り上がりました、うん、じゃあ聴いてくださいこの曲久しぶりにやるよサマーチューンなんつってね、うん、一言目以外全部なで歌いましたから、ね、出てこなくてもうダメだと思って、うん、サンシャインあふれる光が最初の歌詞だったんですけど、うん、サンシャインあふれる風ふがふが言ってるね。あれはしかもね、それをね、うん、ファンの人がね YouTube に上げるっていう、ね、旅に出ようかと思ってハプニングですよね。そう、うん、ね、ハプニング、ね、確かにハプニング、はい、あとその他に差し入れとおつまみで、すすりはお酒とおつまみでいいですか。いいです、いいです、もうね時間が来ちゃいましたんでね、はい、いいのかな、最後俺がふわふわ言った話で終わっちゃったけどいいの
分かった。じゃあちょっと告知だけさせてもらって、はい、はい、はい、告知させていただきます。先ほどもちょっとあの話題に出ましたワンマンライブが、12月の20日21日にあります。大阪と名古屋で行います。その次の週に、広島、ジャイナ初の広島なんですけども、広島のクラブクワトロで行います。ジャバループってバンドとツーマンライブなんですね、はい、初めて行く土地で、うん、ツーマン、はい、そうですね、クワトロ、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ジャバループはね、あの台湾とかではオリコンで1位を取ったりとか、うん、まあ、クラブジャズ界のこう一人者のようなバンドで、うん、まあ、昔から仲が良くて、ようやく会社が決定したんですけども、うんうん、全く今のところ馴染みのない広島ということで、ね、うん、大阪のワンマンともどもガタガタ震えておりますけどぜひね、あの、うん、ライブに来たらね、後悔はさせませんのでね、うん、ぜひ来てほしいなと、はいはい、都内のライブもちょこちょこ決まってるので、はい、あのオフィシャルサイトを確認していただければありがたいです、はい、よろしくお願いします。今年は27、31とあって、うん、まあ、来年もね、うん、ちょこちょこ楽しいライブがいっぱいあると思いますので、はい、初めて見たなんていう方も、こんな適当に喋ってる人たちはステージの上ではこんなことやってんだと、なんなら一回このラジオのことを忘れていただいて、一、うん、回忘れてから映像を見る、うん、ライブを見る、うん、そうですね、それをつとにお願いしたい、うん、あの人たちじゃなかったんじゃないかみたいな、そうですね、うん、ぜひそう思っていただけると嬉しいなということでございますが、うん、はい、そろそろもう本当にエンディングの時間ですが、うん、帰んないでもうずっとここにいようかな今日、うん、そんなことはダメだね、これ布団敷きましょうか、そう、ね、うん、質問とかもっと答えたいのいっぱいありますよ、ね、うん、ちょっとたくさん質問送ってくれて、何らかの形で、ね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、チョキチョキーズさん、他にもあけみさん、うまこさん、さくれさん、さまざまありますが、その他の方もたくさんありがとうございました、うん、ありがとうございます、2日前まで1通だったのでもう来ない来るのやめようかなと思ったんですけど、よかったよかった、質問捏造しようと思いました、ね、捏造してねのすけさんなんですよね、最後ね、エンディングで、今日聞いてくれた、はい、リスンの方なんかにメッセージなんかありますか。初めて見てくれた方も、まあ、聞いてくれた方も、これからあのどん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 ライブやっていきますのでよろしくお願いします。はい、こうちゃんどうぞ。いやいや、本当ライブですよね、うん、特にこの、まあ、大阪、そうですね、大阪名古屋のワンマンライブもぜひ来ていただきたいですね、うん、もう本当楽しいですよ、うん、笑って踊ってみたいな感じなんで、うん、ぜひお願いします。僕たちの、ね、ライブっていうのは、あの心が動くことをテーマにしてるんです。で、例えばそれが食事だったり本であったり、それぞれの趣味で自分の心の動く瞬間にっていうのは、人は時間とかお金を使うことを厭わないと思うんですね。僕たちはそれを音楽でライブでやりたい。なのでそこに関してみんながこう本当に得をできる最高な時間を作ろうと思ってるので、それをぜひ伝えていきたいなと思いますので、2人目のジャイナ、試しに一度遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。それでは、うん、あと1分ぐらいおしゃべりしてもいいのかな。まだそろそろ、そろそろ帰った方がいいのかな半笑いですけどねまだまだ喋れると。本当ですか、うん、最後にじゃあもう一個だけ質問しようか、はい、おー、いいね、いいね、うん、ちょっとね、僕たちのことガイタレと間違ってるんじゃないですかね日本のお寿司は食べましたかって質問も来てるんですよ寿司食べましたよ、そう、寿司こんにちは、日本の女性はどうですか。これはこれ、これ、あの、ね、なんだっけ、どれどれ、あれ、野望、野望、野望、来年の野望はどうですか、うん、うん、来年の野望、はい、いや、あと20秒、それは大きな会場でみんなとライブやりたいですガイタレみたいな状態ですお寿司大好きですみたいな、こうちゃんは、いや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 、あれ、このままね、うん、ガーンと進んでいきたいね、うん、だからたくさんの人に見てもらうことよね、うん、うん、それでね、まああとはこういうラジオ出た時に質問が200通ぐらい来ればいいな、うん、そうですね、2日前まで1通じゃないといいなと思いますね、うん、頑張れ俺たち、よろしくお願いしますそれでは最後に、この曲を聴きながらお別れになるのかな、はい、それでは最後に聴いてください。じゃあしんのすけ、曲紹介よろしく。2人目のジャイナで、うつろうセグメント、本日のお相手は2人目のジャイナ、ボーカルマサト、トロンボーンしんのすけと、パーカッションコウでした。良いお年を、バイバイ。
レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。はい、今週は私松本ゆかが紹介します。はい、よろしくお願いします。はい、今回紹介する映画は本日から公開のゴーンガールと、明日から公開のホビット決戦の行方と、あと1センチの恋の3本です。3本立て。はい、最初に紹介する映画ゴーンガールはアメリカで600万部以上売り上げ大ヒットしたギリアン・フリンの小説を原作とした作品です。ニューヨークで雑誌ライターとして働いていたニックは激変する業界の影響で職を失ってしまいます。それでもなんとか生活するために妻のエイミーと一緒に田舎に引っ越すのですが、新しい生活に適応できない妻との関係は少しずつ悪くなっていってしまうのです。そんな2人の結婚5周年のある日、突如妻のエイミーが失踪。警察は他殺と失踪の両方の可能性を探るのですが、ニックの自宅からエイミーの血痕などが見つかり、第一発見者のニックに殺人犯のレッテルを貼ってしまうのです。そして妻のエイミーが行方不明になる前に結婚生活の日常を綴った日記が見つかります。そこには幸せな夫婦生活の様子が綴られていたのですが、途中からニックが浮気をした、殴られたなどといった出来事が綴られていたのです。捜査を進めていくうちにニックの愚かな秘密が次々と露出し、暴走するメディアによって隠されていた2人の素性が暴かれ、事件は思いもよらない展開を見せていきます。監督は独創的な映像表現と力強いストーリーテリングで世界中の映画ファンを熱中させているデビッド・フィンチャー。夫のニック役には自ら監督、主演、制作を務めた映画アルゴでアカデミー賞作品賞を受賞したベン・アフレック。ミステリアスな美しさを持つ妻エイミーには映画アウトローでヒロイン役を演じ、人気を博したイギリスの女優ロザムンド・バイク。見ている人の心を捉えて離さない二転三転の映画ゴーンガールは本日12月12日より新宿バルトナインほ新宿バルトナインほか全国ロードショーです。はい、はい、いっぱい CM やってて気になるやつだな。ねえ、うん、はい、次いきますね。2本目の映画ホビット決戦の行方を紹介する前に、うん、2人にとってこの人と一緒だから、この人がいるから頑張れるって言ったかけがえのない仲間いますか？ママ。これね、一致したんだ。そう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 、ママ。ママはね、まあ、確かに存在感。ママそう、大切。強いからね。うん、強い。そうそうそう、誰にでもね、そういう存在の人いると思うんだけども、うんうん、今回2本目に紹介するのはそんな大切な仲間との究極な選択を描く映画です。舞台は映画ロード・オブ・ザ・リングより60年前のミドル・アース。指輪の前の所有者である平凡で臆病なホビット族の一人の青年ビルボ・バギンズは13人のドワーフと魔法使いのガンダルフと共に一頭で国を滅ぼす恐ろしい竜スマーグから奪われた王国を取り戻す旅に出ます。なんとか竜のスマーグから故郷を奪還しますが、怒り狂うスマーグは町の人々や子供たちまで容赦なく襲いかかってくるのです。そんな中ドワーフ王のトーリンは取り戻した財宝に執着し、友情と名誉を犠牲にしてこっそり自分のものにしようとしていました。それを知ったビルボは彼を改心させようと懸命になるあまり危険な選択をしてしまいます。そしてビルボたちのもとへさらに大きな危機が迫ります。監督はアカデミー賞受賞のピーター・ジャクソン。ホビット族のビルボを演じるのはマティン・フリーマン。ドワーフ王のトーリンを演じるのはリチャード・アーミティッチ。前作に続きガンダルフをイアン・マッケラン、レゴラスをオーランド・ブルームと豪華キャストが再集結します。 J.R.R. トールキン作の小説指輪物語の前日譚を映画化した3部作の完結編、最後を締めくくる大スケールバトルが必見の映画ホビット決戦の行方は明日12月13日新宿ピカデリーほか全国ロードショーです。はい、ありがとうございます。はい、あっという間に最後に行きます、うん、最後の映画あと1センチの恋を紹介するんだけども、うんうんうん、2人はね、恋の三原則って知ってますか？知らない。何それ？え、知らないの、うん、え、聞いたこともないよ。タイミング、フィーリング、ハプニングの3つの ING。
え、知らないよ。これを知らないとモテませんよ。ゆりかちゃんモテそうだもん。そんなことはないですけど、最後に紹介するのはそんな恋の三原則の大切さを改めて実感させてくれる男女の幼なじみの恋の物語なんです。いいですね。イギリスの田舎町で6歳の時から一緒に過ごしてきたロージーとアレックス。どんなことも共有してきた2人は友達以上恋人未満の関係でした。そんな彼らは一緒に故郷を離れてアメリカの大学に進学することを約束し、2人とも合格したのですが、なんとロージーが同じクラスの男の子との間に子供を身ごもったことが発覚したのです。ロージーは地元に残り、アレックスだけがアメリカに行くことになりますが、離れ離れになったなりながらも連絡を取り合っていた2人は24歳の時に再会する約束をします。ロージーはアレックスに会いに行きますが、アレックスには恋人がいました。なぜ呼んだのかと怒るロージーに対し、君が親友だからと言ってしまうアレックス。しかしアレックスの本心にはロージーへの強い思いがあったのです。原作はセシリア・ハンが手掛けた小説、愛は虹の向こうに。監督は2006年に長編映画デビューし、今回初の英語映画作品に挑戦したドイツ人のクリスティアン・ディッター。ロージーを演じるのはキュートな魅力と意志の聡明さを兼ね備えたリリー・コリンズ。アレックスにはスノーホワイトでの演技が評価された若手注目俳優のサム・クラフリン。好きのたった一言が伝えられない、そんな誰もが一度は経験したことのあるあと1センチの恋の甘酸っぱさに胸キュンすること間違いなしです。映画あと1センチの恋は明日12月13日新宿武蔵野館、渋谷シネパレスほか全国ロードショーです。はい、ありがとうございます。今ちょうど BGM が流れてる、ね、うん、挿入歌なんだっけ、うん、素敵な歌です ね、 このね、本当にね、予告編見てるだけでね、キュンキュンする。聞いてただけでさ、あるよね、この1センチの瞬間、多分ね。する感じね。あるいいね。恋話したくなってきたな。しよう。しよう。なっちゃん大好きだね、恋話。というわけで、女子トークが盛り上がりそうなところなんですが、番組のエンディングの時間も近づいてまいりました。いや、ゆりかちゃん、最後の。はい。ラジオが終わりかけてるけど、あ、ね、本当だ、ね、言っときたいことは全部言っときって書いてあるからコメントに、言っときたいこと、言っときたいことある？ねえ、なんだろう、ねえ、ねえ、ねえってちょっと言って、いや、なんだろうっていうね、わ、うん、かんない、ない、うん、いや、ない、もうさっき満足したって言ってたからね、そう、満足した、うん、うんうん、きっと今日出し切ったんでしょう、ゆりかちゃんは。いや、もう最後カミカミで最悪でした。ごめんなさい、本当に。まあ、こんなも忘れて、はいはい、来年に進んでいきましょう。はい、本日のお相手は第13期シーサイドイメージガールの松本ゆりかと、同じく宮本奈々穂と、メインパーソナリティは服部あゆみでした。良い週末を。バイバイ。バイバイ。お台場 TV とワッチミー TV をご覧の皆さんにはもうちょっとだけお付き合いいただきましょう、はい、ということで急にね、最後の言葉を聞いてしまったからね、断末魔、ね、断末魔を言えみたいな、死ぬ時か断末魔って、ね、最後ごめんね、言い残したことみたいな、言葉がちょっと間違えてしまったけれど、今日はコメントがにぎやかだね。ね、いっぱい来てますね今日、うん、電波がいいからたくさん届くね、サクサクしてますが、ゆりかさん、今年1年ラジオお疲れ様です。ありがとうございました。え、もう最後とかね、ジンクしちゃうよね。最後ってことでしょ。そうだよ、だでも今年最後、あ、まあ、うん、そう、来年はあるもんね。そうそう、来年が新しく始まる、そう、今年は終わるって言っても、うん、来年にね続いてるからね、そう、ぶつ切りで、なんかゲームを始めからみたいなのとはまた違うから、もういいこと言った、残ってるからとか言ってもうずっと考えてたみたいになっちゃったけど今ちょっと思いついたかな。でも素敵な考えだ ね、うん、いいね、そう考えれば続いていくから、うん、どんどん成長する13期シーサイドイメージガールです、はい、これからもシーサイドイメージガールをよろしくお願いいたします。深々深々ではそろそろお別れの時間も近づいてきました、はい、せーの、おやすみなさーい。